藤川新監督、FA 選手に、お気持ち表明。阪神、藤川球児新監督が15日、大阪市内のホテルで就任会見に臨み、FA 権を保有する選手について言及した。大山、坂本、糸原、原口が今季同権利を取得した。藤川監督は、残ってくれという思いはあるとした上で、自身も FA でメジャーに移籍した経験があり、このチームに尽くすしかないと思ってほしくない。自分の権利を全うしてほしいとも話した。さらに、僕と一緒に野球をしたかったら飛び込んできてほしい。大人の第一歩、判断を待ちたい。と、表情は言わせておいてくださいと笑わせた。4選手とも今後、熟考すると見られ、球団も全力で慰留する方針だ。藤川監督は現役時代に、JFK の一角として5年のリーグ優勝に貢献。火の玉ストレートを武器に、NPB 歴代4位となる通算243セーブを挙げ、米大リーグでもプレーした。21年に球団本部付け SA に就任。コーチ経験はないが、球団運営などに幅広く携わり、ファンからの人気も高い。FA 残留はありえへん、行使するん、やったら他へ手を挙げたとこへ行くべきや思う。変な言い回しはやめてしっかり、選手一人一人と話し合っていきますって言えばいい。それより、岡田監督退任会見、どうなったんや。球団幹部に質問テレビカメラの前で、出勤覚悟で聞くマスコミいないんか？大山は西武に行けば、大活躍しそうな気がする。残ってほしいけど。この4選手、どうしても止めなあかんかね。っていうかオファー来るの、西武から大山ぐらいちゃうかな。権利とか理解ある風に話すがやめてもよいでっていう物言い引き止める気はないやろね。キャッチャー以外は穴埋め可能、FA 移籍金で30発以上狙える大砲必要。即決しないのは明らかにファンが選手に対して放つ暴言もあるとは思うけどね。糸原に残留懇願はしないだろう。性格は良さそうなので今までの監督には可愛がられたが。4人は納得がいく判断をしてください。いやいや残っても成績残せないと思うので。